にちは、池田真子です。今回はこちら、ディオールのクリスマスコフレを買ってきました。イエーイ、めっちゃ嬉しい。これはね、ずっと前から気になってたコスメで、それでね、ゲットできたので実際に使いながら紹介していきます。それでは真子チャンネルスタート。ちなみに今回はね、10月19日から発売のコスメになります。クリスマス限定コスメ第1弾としてこのディオールの中で発売されているコスメです。中はこちら。今回私が買ったのはディオールダズリングスタッツリップパレットです。お値段は税込み8208円。中身はね、こういうデザインになってます。今回はね、こうなんか星のテーマにしたっていうか、星型で、あとスタッツがついたようなね、デザインになってて、それもね、また見た目がすごい可愛くて、で、アイシャドウと、で、あとリップ、今回のやつと、そのアイシャドウとリップがセットになったやつもね、あって、私はそのアイシャドウかリップかでめっちゃ迷ってて、で、お店に行った時にね、こう店舗でこう、最後までね、こう試しながらめっちゃ悩んでたんですけど、やっぱりそう、最初で気になったこのリップの方にね、しました。早速開けていきます。ちなみにディオールからこの形のね、こうやってリップが出るのって初めてみたい で、アイシャドウはね、もともとすごく人気はあったんですけど、リップもね、同じぐらい人気みたいで、すごくね、注目されてるみたいです。はい、中はこちらです。こちらにね、スタッツがついていて、こちらスターのチャームもついています。取り外し可能。厚さはこれぐらいです。こういう感じのクリスマスコフレすごい買うの初めてで、なのでね、なんかすごい新鮮な気分で、なんかめっちゃテンション上がります。で、こちらを開けて、こっちポーチみたいですよね。で、中を開けます。タララララン。上にミラーと、こちらにチップもついていて、リップはね、5色入っています。チップじゃなくてリップブラシですね。こちら2つ使えるようになっています。真ん中にロゴ入りです。で、リップをアップにするとこちらです。これは異なるカラーと質感を楽しめるリップパレットということで、グロッシーヌード、サテンポップ、ボールドマットなどの一つにまとめたパレットになっています。なんか甘い匂いがする。でね、よくこう見てもラメが入っているものだったりとか入ってないものとかね、あって、サイトに書いてたカラーで言うと、ちょっとね、順番は書いてないのでわからないんですけど、008番のリップマキシマイザーで、リップグロスの759番、口紅の999964677番が入ってるみたいです。こうやって見てもね、もう明るいカラーからちょっと落ち着いたような印象のね、カラーまで入ってるので、すごくね、使いやすいと思います、メイクに合わせて。じゃあまずちょっと手にね、5色色出してみます。はい、順番通りに5色塗ったのがこちらです。ここの2色はね、ラメ入りのちょっとグロスみたいな感じのね、塗り心地になっていて、で、こちらのピンクがね、ローズピンクみたいなカラーですね。ちょっとツヤのある仕上がりで、で、こちらの2色はどっちかっていうとマットというかセミマットというか、そんなにこううるうるしすぎてないテクスチャーだと思います。じゃあ実際に順番に塗っていきます。はい、じゃあまず何も塗ってない状態がこちらです。ではこの明るい方から順番に塗っていきます。はい、1色目がこちら。はい、まずこちらのカラーはね、そんなにこう色が発色するっていうよりは、ちょっと潤いとラメを与えるようなカラーだと思います。単体で使うっていうよりは、持ってるリップだったり今回のリップの上からね、こう重ねて使うと色々楽しめそうです。塗ってる感じもね、すごいベタついたりとかしなくて、滑らかな、こうしっかりとフィットしてくれるような感じで、唇にピタッとね、乗ってくれるような仕上がりです。使い心地です。んパッてね、したらね、こう唇の上にこう膜が張ってるように、こうしっかりとね、フィットしてくれているので、落ちにくそうなリップです。はい、次こちらのピンク塗っていきます。はい、2色目がこちら。これはね、すっごい発色も綺麗で、あとね、潤いもあって、このツヤ感がね、また綺麗だなと思います。かわいい。見た目はちょっとコーラルピンクっぽいのかなとも思ったんですけど、実際塗ってみたら結構こう手塗った時もそうだったんですけど、ちょっとローズピンクに近い感じの、ちょっとだけ青みがかったようなピンクなのかなとも感じます。これ単体でも可愛いし、もうちょっとこううるうるさせたいってなると、グラスを重ねたりしてもまたさらにぷっくり感を出したりもできると思うし、いろいろな使い方ができそうです。
はい、次真ん中のピンクになります。指で突き刺してしまった。はい、3番目はこちらです。これもグロスみたいな感じですね。ラメも入っていて、1番目のねカラーよりもちょっとピンクがかっているので、もう少しこう血色感も与えながらツヤっぽい仕上がりにしてくれるリップです。これだったらね、こう学校とかこうお仕事とかにもよって、こう濃いメイクがダメっていう時でもナチュラルに使えるかも。ラメもね、こうすごいパールが細かくてキラキラしてくれてるんですけど、そのキラキラ感もこう主張しすぎず、だからといってこう控えめすぎず、本当にこうチラ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 ってね、こう時々見えるのがすごく可愛いです。はい、次4色目になります。はい、4番目はこちらです。これもまたまためっちゃ高発色です。で、塗り心地がね、さっきまではこううるうるとしたツヤっぽい仕上がりだったんですけど、それほどのツヤっぽさじゃなくて、どちらかというとマットに近い感じです。セミマットって感じかな。本当にこうしっかりとこう唇にフィットしてくれていて、パサついたりとか乾燥するような感じもなくて、すごく綺麗だなと思います。ブラシもね、こう綺麗に結構細めなので、この口角のところとか山の部分もね描きやすかったりもするので、すごく使えると思います。もうこれはね、赤リップ好きの方はねすごく満足だと思うし、結構こうしっかりとしたこうマットというか、サラサラ系のマットのリップが苦手な方にはね、すごくこっちの方がこう私的にもそうなんですけど、使いやすいなって思うリップでもあるので、そういうなんかマットが苦手な方でも使いやすい、乾燥しにくいリップだと思います。ちょっと軽くティッシュオフとかしても可愛いかな。あ、でもティッシュオフしてもほんのりとつくぐらいなので、色持ちめっちゃいいと思います。実はね、私がこれお店で試しに行った時に、この下にピンクのさっきのね2番目のリップを塗って試して、でその上からこの赤リップをね上に試して、でどっちも可愛いなみたいな感じで見てて、その後に2色混ぜてね、うんパッてしてそれで1日過ごしてみたんですけど、それが本当にもう色持ちが良くて、ずっとねこう唇にこうしっかりと残ってくれる感じがして、もちろんこう食べたり飲んだりとかすると落ちやすかったりはするんですけど、そうでない限りはね本当に程よい潤いというか、しっとりとしたな唇を保ってくれるなって感じたので、持ちもいいと思います。はい、じゃあ最後5番目のリップ塗ってみます。はい、5色目はこちらです。こちらもめちゃくちゃ高発色ですね。大人って感じ。すごい一気にね色味が変わるだけで印象がすごく変わって、秋メイクにもぴったりだと思います。仕上がりはね、さっきと同じようなちょっとマットな感じの仕上がりになっていて、最初の3色ね比べるとそこまでこううるうるとしたような質感ではなくて、だからといってこうパサパサとちょっと乾燥するなっていうほどでもないなと思います。色味的にもね、もうちょっと深みのあるローズピンクというか、どっちかっていうとちょっと紫に近い感じのカラーかなと思います。赤紫、ちょっとなんか大人のなんかパーティーとかイメージを変えたいなっていう時にね使えそうです。はい、で今度はね、ちょっとせっかくなので、ちょっとここからグロス重ねてみたりとかして、ちょっと組み合わせをやってみたいなと思います。今こちら塗ってるんですけど、ちょっとこのグロスをね重ねてみます。あー、やっぱこれ重ね使いしても可愛いかも。はい、こちら半分に塗ってみました。マットなのもね、秋っぽくて可愛いなと思うんですけど、こんな感じでグロスを足すとね、またぷっくりとして、これはこれでまた綺麗な印象だなと思います。大人綺麗って感じ。今はまだ大丈夫でもね、もうちょっとこう冬とかになってきて、さらにこう乾燥がひどくなってきて、ちょっとリップがねかさつくかもって思った時は、ちょっとこうやってねグロスを足してあげるだけでも、このんばってした時もね、この軽さとか潤い具合っていうのは全然変わるので、こんな風に重ね使いするのもいいかも。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こうやってね挟んで、こっちの方がね締まりが強いんですよね。滑りがしっかりとフィットしてるので、どういう紹介の仕方やねんって感じかもしれないんですけど、こっちはねすごい軽い滑りなので、ちょっとの力で唇がねこう動きやすいんですけど、こっちはそこまでこう滑りがないというかマットなのでフィットします。じゃあ今度この赤の上からグロスまた半分足してみます。はい、こちら半分に塗りました。
こんな風に動かすとね、唇のこの光の加減がね、分かりやすいかなと思います。あのね、ディオールのこのグロスリップマキシマイザーみたいな感じほどのうるうる感ではないんですけど、でもこうラメが入ってるので、またさらにこう程よい潤いプラス立体感がね、出て見えるかなと思います。この組み合わせも可愛い。やっぱり私基本的にね、こううるっとしたようなツヤ感のあるリップが好きなんですけど、たまにはねマットのリップも使いたくもなるし、なのでね、このリップがあればそのどっちもね使えるっていうのがすごく嬉しいです。もし気になった方は試してみてください。いかがだったでしょうか。今回はこちらの10月19日から発売のディオールのクリスマスコフレを紹介しました。最後にね、ティッシュでこうシュッてこすってオフしてみたんですけど、一度だけのね、このお化粧フラとこれぐらいしっかり残ってくれてるので、しっかりねフィットしてくれる感じもあるので、ティントじゃなくてもね、色持ちはしっかりとしてくれてるし、あとはでもやっぱりこのパッケージがめっちゃ可愛くて、こんなチャームもついてたりとか、このね上の部分なんかクッション性があるんですけど、これがまた気持ちよくて、なんか触っちゃいたくなります。単色で使ってもね、もちろん可愛いと思うんですけど、2色組み合わせて使ったりとかしても可愛いと思うので、ぜひね試してみてください。なんかこういうクリスマスコフレ買ったの初めてだから、めちゃくちゃテンション上がりました。そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてるので、通知をオンにして楽しみにしていてください。では池田真子でした。バイバイ。